お盆休みで帰省する若者が多い夏に成人式が行われるところも少なくありません。岐阜県白川村もその一つ、浴衣姿で成人の誓いです。これからは大人としての自覚を持ち、常に向上心を持って日々前進していきたいと思います。白川村では雪深い冬を避け、毎年お盆のこの時期に成人式を行っています。合掌造りの建物に新成人25人が夏らしい浴衣姿で集まり、家族からお祝いの手紙を渡されると涙ぐむ場面も見られました。新成人のほとんどが進学や就職で村から離れて暮らしていて、友人たちとは久しぶりの再会、思い出話に花を咲かせていました。落ち着く場所だなと思います。友達も大事にして、いつかやっぱり地元に戻って仕事したいなって思います。